チャンネル始まりましたけれども、はい、今日は館林でやってて、はい、あのサロンの、はい、動画を撮ってたんですけど、はい、その先生と会ったことを思い出して、うん、初めて、はい、やちくんとクレイジー B のマゴベでね、マゴベで会った時に2020年、うん、2年前、2年、うさんくさいおじさん来たなと思いましたうるさいよ、うさんくさい弟子連れて確かにうさんくさい弟子絵に描いたようなうさんくさい2人であの時は先生も声もちっちゃくいや緊張したからね、喉締まり上げて、あ、あの時に、はい、ワンイチパンチに、うん、が衝撃的で、はい、だからその流れで動画撮ったから俺も、うん、あんま覚えてないですけど、あの正中線試練好き、うんうん、やりましたね、やったのよ、やったのよっていうか、あなたたちがじゃあ先生バキの技でなんかできる技ないですか、正中線試練好きとかどうすかみたいな、あ、それでやってくれた、それで俺はあの場で考えたんだからね、あれ何の準備もして、何の準備もしてよく言えたよね、すいません、あの、そうですね、すごいよ、めちゃくちゃやってること、だからまた改めて、うん、ちょっと見せてくれあれ、あ、じゃあ見せてくれ、じゃあ正中線試練好き、はい、あれなんぞや、まあ、そんなに正中線ついたらあかんし確かに、はい、言ってもね、ちょっと改めてもう一回見せて、あれはアドリブというかその場で考えた四連突きみたいなところですね、そうそうだよ、だ漫画のオロチカツミがやってるのはちょっと違うんでしょ、蹴りとかも速すぎてよく分かんないです、多分描写がないんじゃない、そうそう、そ打ち終わってる感じの絵がパッパッ、そうそうそう、で金碧と水月とこの辺とパパって、はい、喉と陣中とかあるかな、そうそうそう、蹴りも手も使ってると思うんですけど、うん、とりあえずもう花山が食らってたっていうね、そうなんですよ、だからそれを先生は拳だけででやったんだね、あの時はね、はい、そうそうそう、全部拳だったんですか、全部そう、両手を使ってやったんです、それで、ね、その時にコメントで、ね、よく考えたとは思わない、あの一瞬でよ、はい、よく考えたよ、本当に、確かに僕らで追い込んだんですよ、追い込んで追い込んで、どうしたベンダーできますかつって、はい、ベンダーもやってもらいました、めちゃくちゃよ、その時にコメント欄も覚えてる記憶じゃ3発なんちゃうかっていう説もあったんですよ、早すぎてよくわからないけど、まあ、まあそうですね、はい、はい、ちょっとそういうのも踏まえて、はいはい、もう一回見せる、あれ別に俺の技じゃないんだいや、あなたの技ですよね、まあ、考えたのね、はい、正中線四連突き四連突きは、うん、まあ、板垣先生がね、そうですよ、バキの中で書いた、描いた技なんですけど、はい、まあ、それをちょっとオリジナル解釈で解釈、牧野幸男さんの4発を出、はい、すんで、いや、そうなのよ、だから俺が発信してたから平さんいないからね、そう、ちょっと、はい、見せていただいていいですか、まあいいですよ、はい、はい、まず1回クラッパーもいっか、そうだ、うん、で、そっから仕組みか、なんか今日どうした、やる気がみなぎってるね、今日、はい、自ら2年前は初対面だったんで、うん、気使いましたけど、ああ確かに、今潰しに来ますから、ね、いや、マジでやめてくださいちょっと他のやつはいや、つけないとやばいでしょ、え、当てますよね、いや、当てて、じゃあ軽く見せていただくだけでいいんで、はっきり言うけど先生、それかもう正中線4連ずつの4連全部金的とかね、いやいや、マジでそれは金的4連ずつだけど正中線じゃない正中線四連突き用の棒を作りますここにこういいですか、はい、じゃあ狙う箇所よ、狙う箇所ちょっとここから1水月、そう、あ、そう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 、あ、うんうん、まあ水月か団中、はあ、団中ってここ痛いです、ここの骨痛痛いですよ、何ここそう初めて知りましたそれ団中っていうツボです、はい、そう団中陣中、あ、跳ねた、そう、そっから喉らで引いていく、あこれを一つしかないですけどまあだから団中は胸に、はい、胸の打撃もこう打ってるけど結構強いんです、でこのバウンドでここに入ってるんです、うん、で、喉か
喉ね、3発目は。これいらないですね。いや、いります、いります。だって、寸止めにします。します。そうそうそう。だ本当に先生、金的、ちょっと引っかかります。金的、もちろん。全然、入れてないし。いや、響きました。不安そうだ。いや、本当に。言い出しっぺる。なに俺、目つぶっとくマジ避けちゃうから。じゃあ、じゃあ、ちょっと、はい、こっちがいい。目つぶっちゃないよ。タイラさんなんで、目開けたまま、めっちゃ隠れそうだから。名作そうですよ。であの後平さんによくあれ目つぶんなかったねって聞いたら何が起こったか分かんなかったそれだけだそういうことだから伸びる寸前やんだからじゃあいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォーね。なんで何なんそのスメア、何そのキス顔は。何怖いって、はい、普通にしててくださいよし。うわパパパパ4つなりましたね。もう触れられてる。はい、すんじゃないですよ。三四。それでも蹴り入れた方がもっと筋的。確かに。1、2、こうとか。うんうんうん。ああ。かな。とかね。確かに。ありますよね。1、2、3、4。あ、いけるかもしれない。行ってみましょう。やってみましょう。5連付き5連付き4連付きプラス金的金的おかわりかわり遅れてきたおでしょたださパンあ忘れたっつって金的忘れてない金的おかわりです大丈夫ですか。いや早い早い売れてるしちゃんと全部ね一応線中打ってますからね、うん、でポイントはここでバウンドをさせて、はい、ここに繋げてるってことなんですよ。ここ、うん、でそこが確かここ行ってもう一個でこの時線の下あだこうここの引きと同時にこっちがこっちので今度こっちの引きと同時にこっちがでねワンチュで金的でおかわりねおかわりもういいって4点ついたらもういいって立てたら許してあげてどうですか。はい、はい、いや早いこんな感じ。なるほどね、うん、受けてる側は一瞬で何が起きてるかわからない。本気でやったらもうここで痛くてだってこうなりますよ。そうそうそうこうなる、はい、もうできそう顔が面白いからいやでもそうですよね。もうこうなるもそうね、はい、だから前回視聴者さんが3発と思ってたのは、はいうん、その2発目が多分分かってなかったというか捉えられてなかった。うん。ボンですね。うんうん、ここを引き抜いて。あ、おかわり入った。ここ入っちゃう。あ、もう入ってましたよね。確実に。ガチンで当てましたよね。で、ここの喉の攻撃もこのままこうしたりね。拳の形を。うん、指も一発目もちゃんと抜きて。ここも。鉄ピシ？ここはこれ。うん、で、こっちはこの。鉄ピシね。そう。うんうん、一本拳。で、そのままこっちの喉、この形ですね。で、最後筋的はこっちのここの背面でこう打ってる。そこなんだ。そうそうそう、ここからポンって。これが速いんですよ、こうよりも。はい、この口抜けたわけじゃん。今まで蓄積なトラウマのトラウマトラウマの蓄積で、やっぱりもう怖がって自然とねそうそう、ビビりがなくて全動画見直してください、一からずっとという感じです、はい、なるほどなるほど、うん、めちゃくちゃ速い。これは別にジーコンドーではないですよね。ではない、ジーコンドーではその技があるわけではない、はい、もちろんない、もちろんです。ただ、でも、はい、例えばシャベルフックからこっちの、はいこういう風に打つっていうのはありますので、うん、まあそういった身体操作バウンドでのそういったお話はぜひワンイチサロンです、ね、はい詳しくやってますからね、はい、やってますからね、確かに技のつなぎ、はい、深い話で技の使い方そうはサロンの方で学べるようになってますんで、あと僕とゆきよその車中トークね、ねそれずっと押すよね、それずっと今日もやってたんでしょ、今日はカメラのアングル変えてみました
斜めから、斜めから、その変化いる、ね、いるんですニュースツリーいいんだ、そうです、そうそうそう、この間のごめんなさい、この話膨らます話じゃないかもしれないけど、いやいいよ、あの経営店愛人時もね、お礼のところにあの佐賀の方が話しかけて、はいはいはい、もう第一声で車中トーク最高です、嘘だ、本当だ、見てたの、はい、まあ、すごい見てる人いるわ、いるわ、いるわよリラックスして聞けるって、ああいいじゃん、面白いとは聞いたことないそれは面白いとは分かんないけど、その作業しながらとか聞く本当のラジオ、まあ、一番ラジオしてる、うん、シャシャリもシャシャってもないし、はい、それもおすすめなので、はい、正真正銘のフリートークなんで、ね、はいはい、サロン入っていただきたいというか、さあ正抽選4連付き、正抽選4連付きプラスおかわりおかわり5連付き、やっぱさすがいきなり話を振ってもできる石と、そうですね、はい、すごい、次はちょっとカメハメハあたりいってみますか出るじゃないですか、8000億再生8000億再生ちょっと目指して、はいはい、出せるように頑張ります、ちょっと今日無理やり、はい、ね、突然言ったんですけど、いえいえ、本当ありがとうございました、ありがとうございました、勉強になりました、はい、皆さんもありがとうございました、ありがとうございました。